ジャック・ワイ・キャノンは、アメリカ陸軍の軍人、ドイツ系アメリカ人、オクラホマ大学で法律を専攻、卒業後ウェストポイントの陸軍主管学校で学んだ。第二次世界大戦で、アメリカ陸軍第八軍に配属され、ガダルカナル島やボルネオ島などで従軍した。1945年9月から1948年夏まで、連合国軍最高司令官総司令部に勤務。 参謀、第二部に所属、チャールズ・ウィロビー少将直轄の情報将校となり、在日本アメリカ情報機関の一部対キャノン機関を率いて大敵スパイ工作の任に当たった。火事事事件の失敗により、1952年3月、資料を携えてアメリカ本国に帰国。憲兵隊などに勤務した後、1961年退役した。射撃を好み。 趣味とするにとどまらず、ダムダム弾を製造し親しくしていた、テキサスレンジャーに納入するほどであった。1977年7月4日放送の NHK 特集、アメリカ計り事法機関員 J.Y. キャノンの証言に出演した。1981年、自宅のあるマッカレンの市民病院で、脳腫瘍の診断を受けた後、帰宅し、愛用の拳銃で自殺した。 ありがとうございます。